積水ハウスは年初来高値更新注目の24年第2四半期決算はいかにこんばんは福利で増えるです今回のテーマは積水ハウスの株価予想ですぜひ最後まで見てください目次です1企業分析2決算分析3株価予想 この順で動画を進めていきます。まずは、積水ハウスの企業分析から。積水ハウスは、高級戸建て中心の住宅トップメーカー。積水化学工業のハウス事業部が母体となり、1960年に独立しました。1963年に、現在の積水ハウス株式会社の社名となり、日経平均などにも採用され、 建築業界では日本を代表する企業の一つです。その積水ハウス23年9月7日に24年1月期の第2四半期決算を発表しました。積水ハウスは日本企業には珍しい1月期決算の企業です。なので今回の第2四半期は2月から7月の決算の数字ということになります。まず、 決算の内容に入る前に積水ハウスの事業内容をざっと確認します積水ハウスは4つのビジネスモデルから成り立っていますそれがこの図で表された受け負い型ビジネスストック型ビジネス開発型ビジネス国際ビジネスの4つですそれらをさらに細かく事業ごとに区切っています実は今期から 事業単位別の管理方法を導入しセグメント構成を見直しています今期この見直しを行ったのは今期から新しい中期経営計画が始動しているため今期を初年度とする第6次中期経営計画は26年1月期事業年度では25年度までの3年間になりますこのの期間での重点課題は、 国内の安定成長と海外の積極的成長です。では、注目の今回の決算内容を見てみたいと思います。まずは進捗率から。2月から7月の上期、年の半分を終えた時点で、経常利益ベースでは48.4%の進捗でした。売上に関しては、 第6次中期経営計画初年度は過去最高の売上高を更新前の年に比べて2.7%の増収となりましたでは利益面での貢献度はというと全体では前の年に比べて14.7%の営業現益国際事業の現益が第1四半期に続き継続しています アメリカでは賃貸住宅開発事業では第一四半期で1物件の引き渡しが完了リーシングは堅調に推移しており売却のタイミングを図っている状況ですオーストラリアは引き渡しが計画的に完了するものの分譲マンション引き渡しの端挟期にあり戸建て住宅の販売個数減少などから減益となりました国際事業 特にアメリカにおいては絶好調だった昨年までと比べて今季の数字が厳しくなるであろうことはある程度織り込まれています資材価格の高騰やアメリカの金利高による需要減退など住宅販売にとっては向かい風となる事象も起こっているためではそういった国際事業の懸念点もある積水ハウス今後の業績は大丈夫なのでしょうか 実は積水ハウスの株価は23年に入り右肩上がりで上昇を続けていますこちらは23年1月から9月の株価の動きを表したチャートですどうしてこのような株価の上昇につながっているかというと受注高が極めて順調だからと増えるは考えます受注高とは将来的な売上となる数字 積水ハウスは毎月受注動向を発表しています決算の発表時にはそれらの数字を事業別にまとめた数字も公表されそれによると22年第2四半期と比べて全体での受注高は増加つまり需要は堅調ということを表しています累計建築個数が世界のハウスメーカーの中でナンバーワンの積水ハウス 小建て住宅やアパートマンションといった賃貸住宅など鉄骨系プレハブ住宅を中心とし中高級住宅路線で展開する住宅メーカーの国内最大手相変わらず需要は堅調ですではここで24年第2四半期までの決算のまとめです 売上に関しては、前の年に比べて2.7%増収の1兆4624億4300万円。営業利益は14.7%減の1249億1800万円。経常利益は15.2%減の1252億円でした。 通期予想に対する第二四半期の進捗率は営業利益で47.1%と過去6年の平均50.6%を下回っています今二24年1月期の売上高は前の年に比べて5.2%増の3兆800億円営業利益は1.3%増の2,650億円 これらはいずれも従来予想を据え置いています。続いて、積水ハウスの決算分析です。現時点での積水ハウス、配当利回りは、配当利回りとは、現在の株価に対して年間でどれだけの配当を受け取れるか、日本株平均2.3%以上を高配当株と判断した場合、積水ハウスの配当利回りは、 前回企業分析した時は配当利回りが4%を超えていましたが株価上昇に伴い利回りそのものは下がっていますただ積水ハウスは株主還元にも大変積極的10年連続増配の企業です中期的な平均配当成功を40%以上とする従来の方針に加え 一株当たり年間配当金の加減を百十円にするなど、安定性の向上にも努めています。今期二十四年一月期は一株当たり百十八円の配当を予定しています。続いて P E R 株価収益率です。株価が一株当たり利益の何倍になっているかの指標。コロナ前五年間の日本株平均十六点六倍以下を割安と判断します。 積水ハウスの PER は10.4倍です続いて PBR 株価純資産倍率です株価が1株当たり純資産の何倍になっているかの指標です今回はコロナ前5年間の日本株平均1.25倍以上を株式市場がのれんブランド価値を高く評価している優良企業と判断します積水ハウスの PBR は1.17倍 続いて売上成長率です。直近5年間で年何パーセント売上が伸びているか、4%以上であれば全世界経済の平均より伸びていると判断します。積水ハウスの過去5年間の売上成長率は6 3。.3%。続いて営業利益率です。直近の年間決算の実績で売上に対して営業利益は何パーセントだったか？ 7.2%以上であれば日本株の平均以上と判断します赤水ハウスの昨年度営業利益率は8.9%でした続いて営業利益の成長率です直近5年間で年何営業利益が伸びているか4%以上であれば全世界経済の平均より伸びていると判断します 積水ハウスの過去5年間の営業利益の成長率は6.0%でした続いて生産性です従業員1人当たりの営業利益はいくらだったか300万円以上であれば日本株の平均以上と判断します積水ハウスの23年1月期の従業員1人当たりの営業利益は900万円平均の3倍です そしてこちらが、1人当たりの生産性を表したグラフになります左の棒グラフが従業員数の推移、右の折れ線グラフが1人当たりの営業利益の推移ですこの2つのグラフを見ると、従業員数は増えているにもかかわらず、1人当たりの生産性も向上していることがわかります最後に ROE、自己資本利益率です 企業が持っている純資産をどれくらい上手に使って利益を上げているか、企業の所有者である株主にとって利回りに当たる指標です。10.6%以上を日本株の平均以上と判断。積水ハウスの ROE は11.9%。続いて積水ハウスのチャート分析に入ります。こちらは 今年23年1月からの株価の推移を表したチャートですご覧のように直近の株価は上昇が続き発表された決算を受けて9月8日には3141円という年初来高値を更新しました短期的にはきれいな右肩上がり傾向が続いていますでは、長期はというと 2013年のアベノミクス以降株価はこちらも上昇傾向が続いていますここまでを一旦まとめると積水ハウスは直近の株価はきれいな右肩上がり傾向が継続また長期的にも株価は上昇が続いています今期24年1月期は国際事業の減益が響き反動源が継続しているものの受注は順調で 今期24年1月のの業績予想は増収増収益の見込み。現時点で年の半分が終わったところですが年間の業績予想は据え置いたままです前回企業分析をした23年6月の時点では株価2914円を予想していましたがこちらは無事に達成ということで 積水ハウスの株価予想ですえるの個人的な株価予想は3094円から3270円まで上がると予想します。以上です。最後まで動画をご視聴いただき感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を。